自転空、吉明、本名を同じ、旧名、モンゴル名、アルタンガダシインフチットバータルは、モンゴル国、トゥブケンアルタンボラグ村出身で時津風部屋に、所属していた、元大相撲力士。時津風部屋に入門し、2002年7月場所で、初土俵を踏む。2004年3月場所には、重量に昇進し、同年、7月場所には、 初入幕を果たす。2007年7月場所には最高位となる東小結びまで昇進した。しかし薬性リンパ種を発症して休場が続き、復帰に向け闘病を続けたがかなわず、2016年8月25日に引退し年寄り、間垣を襲名、時津風部屋付きの親方となった。引退後は更新の指導や日本相撲協会の業務に当たったが、 2017年1月にこの世を去った。現役時代の身長は186センチメートル、体重150キログラム。得意技は突っ張り、右四つ投げより、足癖だった。モンゴルズモの小結びの父親の息子として生まれる。ウランバートル市内で生まれ育つが、取り組み前の場内アナウンスでは、父親の出身地である、トゥブ県アルタンボラグ村を、 自身の出身地としていた。若年時には、ウランバートル市内の柔道クラブで、後の朝昌流朝赤流春間藤らと稽古を重ねた。モンゴル国立農業大学に進学後、卒業を待たずに2000年4月スポーツ、交流留学生として、東京農業大学国際食料情報学部、生物企業情報学科に転入。同学では、 相撲部に入部し、転入初年度に、全国学生相撲個人体重別選手権大会で優勝した。本来、来日して、東京農大に、転入の際には、農政、食糧技術を、学士修了して、モンゴルへ帰国し、母国モンゴル国内の公立学校の教職に就く予定だったが、大相撲で活躍する朝昌龍、朝赤龍らの姿を見て、 次第に興味を持ち、各界に入るためには、入門時の年齢制限である23歳も迫っていたため、同学在学中のまま3年時に時津風部屋へ入門した。入門後の修学については、夜間試コースに転籍し、2004年3月同学を卒業した。四個名は入門の際に、東京農業大学事務部の安井和夫監督が付与したもので、 時津風部屋の、字と、モンゴルの広い空のイメージにちなんだ、天空の合作とされる。その間に2002年7月場所に、前相撲から、初土俵。同期7人の中で一番目に出世を決めた。翌場所から3場所連続全勝優勝。遺体の26連勝に次ぐ女の口からの22連勝を記録した。柔道経験を活かして二枚蹴りや打ち掛けといった。 足癖を見せた。ジョニダンでは優勝決定戦を含め8番のうち6番の決まり手が足技であった。2004年3月場所には重量を昇進。重量を2場所で通過し、7月場所には初土俵から所要12場所の史上最速タイで新入幕を果たした。2005年5月場所では相手のアマの背後を取って、 柔道の救い投げを思わせる豪快な足取りを決めて、勝ち、館内を沸かせた。翌場所には逆に足を取られたものの1分近くその体勢で耐えたが、惜しくも敗れた。同年、9月場所はまたも同じく、雨戦で6分半を超える水入りの相撲を取ったが、敗れた。入門してから入幕後しばらくした頃までは、稽古熱心な力士として知られ、後年本人は、 稽古をやればやるほど結果となって成果が現れたと若手時代を振り返っている。特に豊ノ島との稽古は喧嘩のように激しかったといい、豊ノ島との三段亀優勝決定戦当日の朝は時津風がもうやめなさいと掛け声を出すまで三番稽古で火花を散らしていた。足技ばかりが目立つ相撲が長く続いたが、突っ張りも強力な武器となりつつある。 2005年11月場所には、西前頭7枚目で10勝5敗を挙げ、突っ張りが評価されて、技能賞を受賞した。これにより、2006年1月場所では、西前頭筆頭となるが、三役力士相手に苦戦。前頭上位と中位を行き来した後、同年7月場所に、東前頭8枚目で10勝を挙げ、 先週楽での白星を条件に関東省の候補となるが、11勝目を挙げることはできなかった。しかしこの二桁勝利のため、9月場所では、西前頭2枚目に番付を挙げ、この時は7勝8敗と負けこすも、翌、11月場所では、東前頭3枚目で9勝6敗、さらに翌年、1月場所では、 東前頭2枚目で8勝7敗の成績を挙げ、翌3月場所では西小結びに昇進した。新小結びの初日は横綱、朝勝竜から勝利を挙げた。一度は土俵際まで攻められるも素早く体位を入れ替え、朝勝竜の腰に後ろからしがみついた。そして朝勝竜が無理に向きを変えようとしたところをついて送り倒した。 その日はすでに三大関が破れており、波乱の様相を呈していたが、朝昇流の手がついた、途端館内の熱気は最高潮に達し、座布団が乱れ飛んだ。2006年後半から上位に対して白星を挙げられるようになってきてはいたが、この場所も、海王、古都欧州の二大関を倒す活躍を見せ、最終的には七勝八敗と負け越してしまったものの、 勝ち星を挙げた取り組みには内容のいいものが多かった。しかし太陽小綱戦士ロボ星は生涯にわたってこれ以降挙げられず、最終的な太陽小綱戦成績は1勝24敗に終わっている。5月場所では西前頭筆頭となり、8勝7敗と勝ち越し、7月場所では再び最悪に番付を戻した。5月、7月では、 なかなか本来の相撲が取れなかったが、7月場所の先週楽では、貢献性を打ちかけで崩しながら寄り切った。久々に時天空らしさが覗いた一番であったが、9月場所ではやはり本来の形が出ず、6勝9敗に終わった。足技、突っ張りに加えて、体重を増やすと同時に、成功法の攻めも習得し、これが上位に対して通用するようになっている一員とも、 言える。突っ張りには、定評があり、2011年1月場所11日目の、ドスコイ FM では千画の裏が、自転空に、突っ張りの勧めを解き、その場所を体調不良の状態で迎えた時天空に、対して、突っ張りはジャブだから、突き切らなくてもいいと助言し、価格アナウンサーも、時津風親方も、どうして突っ張らないのかとか言っていましたと証言した。 11月場所では9勝を6敗と3場所ぶりに勝ち越しを決めた。本人は2008年の目標として3役への復帰と定着、さらに3勝の獲得を掲げたが、11月場所まで6場所連続で負け越し、勝ち越しのない1年となった。横綱審議委員会芸子総研での時天空席2009年。 1>, 1月場所は13日目に8勝目を挙げ、7場所ぶりの勝ち越しを決めた。2010年1月場所では右足を痛めて10日目から、初の休場となり、番付を東前頭13枚目まで下げた。しかし3月場所では、地震初の初日からの8連勝で中日に勝ち越しを決め、10勝5敗と2006年7月場所以来の2桁白星を記録した。 以来順調に勝ち越しを続けていたが、2010年、9月場所で2勝13敗と大敗し、再び番付を下げることとなった。久々に上位に番付を戻した2012年、3月場所は3勝12敗と大きく負け越したが、5日目に、大関、木瀬の里を得意の桁たぐりで破った。同年、11月場所は、初日に、北の富士から NHK 大相撲中継で、 稽古場では本当に充実した稽古してるんですよね。でも、本場所に来ると飛んだり跳ねたりだからね、と、ベテランの息に入っても、稽古熱心であることを伝えられたと同時に相撲ぶりを、残念がられた。この場所は、初日から5連敗し、中日から5連勝したものの7勝8敗の負け越しに終わっている。2013年3月場所は5勝10敗の大敗に終わったが、 この場所の7日目の白鵬戦で立つと見せかけて、白鵬を挑発するなどで話題となった。同年、5月場所は、東前頭8枚目で10勝5敗の成績を上げ、翌、7月場所で三役に復帰した。小結びとなったのは、2007年7月場所以来35場所ぶりのことであり、これは、昭和以降2位のスロー復帰となった。この時33歳9ヶ月であり、 この時点で、外国出身歴史の恒例三役昇進記録第3位の記録を達成。しかし7月場所では横綱、大関陣に一勝もできず、9日目に早々と負け越しが確定、最終的に4勝11敗と大きく負け越した。場所後に行われたジャカルタ巡業は休場した。9月場所では平幕に下がったが、 5勝10敗と、2場所連続で2桁黒星となってしまった。入門以来の足癖は健在であったがこの頃から、あっさりと土俵外へ出される、淡白な負け方が顕著になっていった。翌、11月場所は、東前頭10枚目の地位で6勝9敗に終わり、これが、幕内在位3場所目の2005年1月場所以来となる平幕2桁台での負け越しとなった。 2014年1月場所は、西前頭13枚目の地位で4勝11敗と、大きく負け越し、翌、3月場所では十両への陥落を経験したが、1場所で幕内に復帰している。同年、9月場所は、東前頭16枚目の地位で6勝9敗と、負け越し。翌、11月場所は、再び十両へ陥落。仮に、 この場所でも負け越した場合、現役引退の可能性もあったが、序盤から好調で、先週落に、新十両の明を下して12勝3敗で終わり、自身2度目の十両優勝を果たした。35歳2ヶ月での十両優勝は、戦後2番目の年長記録であり、62場所ぶりの十両、優勝は、戦後1位の優勝感覚である。二千十五年十一月場所。 右肋骨骨折により、全治2ヶ月の診断書が提出され、初日より全休。しかし幕内から重量の地位へ陥落した翌2016年1月場所前、師匠の16代時津風から悪性リンパッシュで闘病中であり、抗がん剤の投与により当面入院過量との診断が下されたことが公表された。肋骨骨折は、実は悪性リンパッシュによる、 骨誘拐だった今後については、治療が4月頃までかかる見込みであるために、師匠の時津風は、本人とよく話し合うとの意思を示している。これにより1月場所の休場を発表し、その後の場所も休場を続けた。できたら一回、土俵に上がりたいと願い、抗がん剤治療の副作用で髪が抜けることを覚悟し、2015年11月場所前には、都内で、 ひっそりと身内だけでの断髪式を行い、病と戦った。最初は合わなかった抗がん剤も種類を変え、次第に効果が現れたために、腫瘍は小さくなり、復帰のために、ジムで体を動かし始めたが、全球続きで番付が西三段目26枚目まで落ちたこともあり、後述の通り復帰を断念し、二千十六年九月場所から年寄りとして、 更新の育成を行うこととなった。2016年8月25日、日本相撲協会の理事会は、時点空の現役引退と、年寄り、間書きの襲名を理事会で承認した。引退会見には、門付け袴を着ずに、スーツ姿で応じていた。番付編成会議後に引退を表明したため、9月場所の番付には東3段目87枚目に、四個名が残っている。 三役経験者の三段亀観楽は史上6人目の記録である。引退後は年寄りとして業務にあたり、2016年9月場所5日目では NHK の大相撲中継で中入り後の交渉面解説席に座り、生放送で全国のファンに姿と声を届けたが、ほどなく病状が悪化、同年11月場所からは療養に専念していた。 時津風によると、寝たきりで入院中も、将来の取り組みになると車椅子に起き上がりテレビを、凝視していたという。2017年1月30日に呼吸困難を、訴えて、急遽、慶応義塾大学病院へ、救急搬送され、同年1月31日午前1時12分、アクセリンパッシュのため同病院で死去した。37歳没。 モンゴル出身力士で初のぶっこ者となった。相撲担当の記者の間では怖い力士、とりわけ若手記者からは壁として知られた。腕を組んだまま土評価で控える姿は朝小流名徳以上の凄みすら漂わせ、支度部屋では勝っても負けても眼光鋭くテレビを凝視していた。コメントは少なかったが主張は貫くタイプで、 力士会では先頭に立って、力士の待遇改善を訴えたほか、マスコミに対しても不満を投げかけた。2011年春の大相撲八百長問題では、両国駅前で記者に対し、公衆の面前であるにもかかわらず鬼の行走で、偏った報道がおかしい。ひどすぎるじゃないかと記者に詰め寄り、記者はなだめるのに大変だったという。その反面、 いたずら好きな一面も持ち合わせていた。2008年のロサンゼルス巡業において、記者とアウトレットへ出向く際に、その場で鉢合わせた、貢献、森清彦を強引に、タクシーの助手席へ押し込んだ。自転空は、パニックになる、貢献生を尻目に北そえんでいたと言い,い、その姿はまさに、ガキ大将だったという。その一方で、豊山勝ツは、自転空の葬儀の際に、 真面目ない,い子だった。私生活でもほとんど手を煩わされることがなかったと言い、千代昌馬不二雄は、優しくて、間違ったらちゃんと教えてくれた、先輩、聖老武士は、思い出はたくさんあります。子供の頃から知り合い、親同士が友達だったと鎮痛な面持ちだった。2014年1月場所4日目の佐田の富士寺、天空戦では、陳事が起こった。 佐田の富士の締め込みが緩んでいたので、回し待ったがかかったのだが、その際は、自転空が、佐田の富士の回しの結び目近くを握っていたので両者が、そのままの体勢では、担当行事の木村幸之助が回しを十分に締め込むことができず、結局一度目の回し待ったから再開した直後に行事が締め込み、不十分と判断して間髪入れず二度目の回し待ったを宣告した。 見かねた、朝日山審判長は土俵に上がって、締め込みを手伝うよう土俵下に控える吉風へ指示したが、担当行事が、関取に手伝っていただくわけにはいかないと断り、結局、佐田の富士の締め込みが緩んだまま再開されることとなり、勝負は、自転空が寄り切りで制した。その数日後の9日目の昇天狼戦でも、同様に、一番で二度の回し待ったが起こり、 この一番では待ったの際両者が体を離したため、元の体勢に戻すのに手間取る一幕もあった。商店路は先場所から10キロ近く太ったから、回しが短くなった。買いたいんだけどと弁明するも、この1月場所5日目から、東西の支度部屋の入り口に、回しはほどけないようにしっかり閉めることと、張り紙で注意を促していた矢先に起こった失態で、 あるだけに審判部を怒らせる騒ぎとなり、鏡山審判部長はこれを受けて、下の者にも示しがつかない。今度、師匠会で、伊勢ヶ浜さんが言うと思うよ。部屋の方にもと、親方衆に再通達することを明かした。ありがとうございます。